本公開レジェンダリーゴジラを盛り上げるぞ動画。頑張りましょう。ということで、はい、本日は漫画家の海老原優先生、はい、よろしくお願いします。お越しいただきました。海老原先生といえば、ちょっと自己紹介をちょっと。はい、細かい漫画をパカパカ書いております。ゲゲの女房で、怪しい鉄坂先生役で出ております。ゲゲの女房に出てきたの漫画をもう書かれてたんですね。そんな海老原先生、実はもう大のもう怪獣博士でございまして、もう怪獣についてわからないことがあったら、とりあえず海老原先生からは何でも。あの海老原先生のすごいところは、みんな得意ジャンルで偏ってるじゃん、僕らジャンルの怪獣で。この第1期の怪獣が詳しい、第2期が詳しい、平成が好きみたいな人が多いと思うんですけど、どこを聞いても、それ見たことない。いや、そんなことありません。本当にもう怪獣に愛がある海老原先生なんですけど、これが気になりますね。そうですね、今度のゴジラどう思われてますか。はい、なんせエメゴジの例があるので、はい、エメゴジ映画としては悪くなかったけど、ゴジラ映画として見ると非常に皆さん思っている通りの感想ですから、はい、だから、どれだけね、日本のゴジラをなんとかリスペクトしてくれてるかどうかですね。はい、エメゴジがゴジラと言いつつ、はい、あれだ、スカイジアラそっちの方の方をね、はい、してくれる。そう、はい、今度のゴジラでもミサイルで死んだりとか少なくともしな、はい、それは間違いない。はい、ちゃんと敵怪人も出てきて、日本の怪人がっぽいフォーマットでやってくるのかな。敵怪人が噂によると、はい、貸し切りの怪人に似てるという話を聞いたのか。あ、まあ、確かに言われ、はい、僕はちょっとギャオスとか、はい、エヴァンゲリオンの使徒っぽい、はい、まあ言ってしまえばイリスみたいな。じゃあどっちかというとプロフィールのに近いよね。あ、そうですね、うん、日本の怪人でいうと確かに東方怪人よりはなんか大英の怪獣みたいだなと僕はちょっと思ったんです。ただ僕もあんまりまだ情報は入れないようにして、ここでできるだけ遮断して、特に5月以降は怖いじゃないですか。そうですよね、アメリカじゃ動かしてるわけですからね。そうなんですよね、だからちょっとイヤホンで入ってくるでしょ、いろいろもう噂は聞いてくる、はい、それやっぱ同時公開の方がいいかなと思いますけどね。日本の公開の仕方で言うと、まあ、通常日本というゴールデンウィークがこの頃アメリカで復旧して、はい、それで地震がない場合は日本も同時公開するかもしれない。つまり地震がある場合は、はい、日本でも当たる場合の余裕を見て、その場合でじっくり準備して準備して日本で公開しても大丈夫だと思った場合に7月に公開するらしいんですよ。じゃあ結構日本側としてはこの映画いけると思っているんじゃないですか。でもアメリカ、エメコジの時はあなたなんですけど、いやいや、まあでもエメコジもね、はい、あれはあれで、まあでもまあ今回はそのエメコジにがっかりした方も、はい、エメゴジが良かったっていう方にとっても楽しいから、やっぱりね、ああいったものをね、はい、鉄としてちゃんと作っていうことを期待しておりますので、そうですね、ゴジラの姿そのものも、はい、ちらっとしか今のところ、はい、横上に映らないですけど、はい、まあ、エメゴジはいいかなというような、若干期待してもいいかなという感じで、はい、海老原さんがそう期待していってなら、もう絶対みんなも期待して、はい、いやいやいや、やめた方がいいと思います。期待しすぎるとがっかりするんで、はい、逆に期待しないのも、あ、そうするとちょっと面白いです。期待してない人も見に行った方がいいってことです。これがヒットしないと、はい、日本の怪獣の未来もちょっと心配なので、はい、ぜひ皆さん見に行きましょう。お布施だと思って、はい、お布施です。2回行きましょう。2回は絶対、最低2回は行きましょう。ということで、はい、レジェンダリー版こちら7月25日日本で公開です。よろしくお願いします。